すべての3歳馬が夢見るクラシック3冠はまずここから始まります。新たな歴史を切り開くのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。果たして何が行くのでありましょうか。グラニットがかわしていきました。そしてそのうちにソウルオリエンス、コーンビステッツ、外から行こうというところ、それから16番バッチウッド、10番ラスキャンメル、シャザーン、内から1頭4番湘南バシット、そしてその後ろからクリームファクシ、ファントムシーフ、青い帽子が馬込みで揺れています。その外スーッとタスティエーラが上がっていきました。15番ベラジオオペラ、その内からはトップナイフ、2番ワンダイレクト、ダノンタッチダウン、外から1頭18番マイネルラウレア、そしてその後ろからウィンオーディン、グリューネグリーンがそのうちにいます。17番メタルスピード、これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然としてグラニット、18頭が第3コーナーに向かいます。ちょっと離されましてバッチウッド、もう1頭コーンビスケッツ、そして4番手にソウルオリエンスであります。外を通りましてラスハンメル、それから11番シャザーン、湘南バシットがその後ろ。さあ栄冠を狙う優秀に中山の最後の坂が立ちはだかります。ファントムシーフ直線伸びてくるのかどうか。ここで先頭に立ったタッチウッド、怖い馬が来た。18番マイネルラウレアだ、マイネルラウレアが差を詰めてきた。頑張る頑張る竹豊とタッチウッド、外マイネルラウレアが来ている。外から1頭マイネルラウレア、これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。1着16番、2着1番、3着5番以上のように確定しました。シャリにし